はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はこちら日本屋ゴールドティアラさんにねお邪魔しております。でなんでかという話なんですけど、あのこちらのね日本屋さんのリーダーゆかさんが企画してくださった、タウンホール1213限定のね空攻めイベントというのにね、参加させていただいておりました。で今13が出てね環境ガラッと変わったと思うんですけども、こういったね新環境下で、まあ、みんなでね空の攻めをお互いに勉強し合おうよと、まあ、いう企画になっておりますので、生放送もねやってますから、まだそれ見てない方いらっしゃったらぜひ見てもらいたいのと、今日から、数日間かけて、その中でね生まれたアタックっていうのをこうエッセンスごとにこう要素ごとにこうまとめてね、一般動画としてもこうお届けしていきたいと思いますので、お楽しみにしてもらえたらなというふうに思います。で、本日はですね、あのこのイベント参加されていた選手の方お二人にも来ていただいておりまして、まあ、ご自身のアタックやね動画内のアタックの解説一緒にやってもらおうと思ってます。ちょっとまずはご紹介からいきたいと思いますが、最初お一人目スーザンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エンプティーロットさんですね、あのクランでリーダーされているということで、あの今回ね、ミラティブもされてるんですよね。はい、あのまだ始めたてではありますが、あのミラティブ配信しております。ちなみにお名前は？はい、ミラティブでは名前ミクリっていう名前で登録して配信しております。はい、皆さんぜひぜひあのミクリさんのねあのフォローを忘れないようにお願いいたします。もう一人方、カルさんですね。カルさんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。カルさんはクランはどちらの方にからいらっしゃるんですか？今現在無所属なんですけれども、なんで逆に言っちゃえばこの動画見てこの人欲しいって言われればコメント欄に書いていただければ助かります。そんな子言ったらめちゃくちゃ来るんじゃないですか。はい、というところでね、本日この3名でやっていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で本日のテーマはですね、これタウンホール12とか10で、まあ、猛威を振るっていたあのね、めちゃくちゃいやらしい配置があるんですよ。この16番のねこれ配置見てもらいたいんですけども、まあ、こんな格好ですよね。あのタウンホールがあの今までだったらこの真ん中にあったと思うんですけど、こういう5個ねちっちゃい区画が並んでるような配置、これカルさんどうです？結構苦戦した記憶とかございませんか？そうですね、結構当時やっぱりタウンホールだけ残って 99% の星1とかよくあったんで、うん、結構タウンホール中心で結構悩まされた陣ではあります ね。いや全く同じです。ただね、あの私思うのは13の環境下において、この村ってもう終わると思ってるんですよね。ちょっと動画流してきたと思いますのでリプレイしますね。はい、で、まあ、こちらの村ですね。こういうような、あの、5個のね、四角でくくわれたような、こういう配置なんですけども、あの、こういうね、あの、配置って、まあ、今まで結構やっていると、やっぱりさっきお二人がおっしゃったように、まあ、時間切れになってしまったりとか、あとは、ま、真ん中だけ残っちゃうっていうような格好になること多いと思うんですよね。なぜかっていうと、このそれぞれの区画を、どのユニットを使ってどう壊すかっていうところが、やっぱりそのユニットのその割合とか、あとはまあ、食い火なんかするにしたらかかる時間とかによってだいぶ制約受けて、最終的には、ま、何かが残っちゃうとか、どっかの区画だけが残っちゃうっていうパターンになってしまうことが多いんですけども、今回このサムラゴーチさんが攻めてくれたアタックっていうのは、この右側、今丸で書いてあるこの3時側っていうのをスーサイドパート、キングとクイーンで潰して、で、ここ、12時側の、あ、ごめんなさい、この12時側のここのところっていうのを、ロイヤルチャンピオンで潰していくんですね。で、そうすると、もう実際、今線で引いたこういうような格好に村ができちゃうわけですよ。そしたらあとはもう4時側から一気にバルーン、あとまあそれから4時8時面かな、一気にバルーンをドドドッと出していって、でも真ん中ら辺にこのバルーンたちをこう集結させてしまう。で最後残った12時側はもうロイヤルチャンピオンでごそっと削っていくっていうことですね。これでも見ててどうでしたかね。あのカルさん、結構カルさんのアタックもこの後見てもらうんですけど、ちょっとまあ毛色が違うと思うんですが、はい、結局まあ、昔タウンホール12歳とかって L 字使ってバルーン回していくっていうようなことあったと思うんですけれども、はいはい、それの、まあ、ルート I 字というか一直線にできるように最初に整地されているので、うん、まあ、最終区画までバルーンが生き残って全開できるっていうくらいなのかなと思いました、うん、今のバルーンの動き見るともう本当になんていうんですかね、下半分から一気に面で押し寄せるような感じですよね。こんだけ広い区画を
やっぱりその、まあ、バルーンが生き残るっていうのは、まあ、多分防衛施設もこういうような配置にしちゃうと、まあ、比較的まばらにこうなってしまうっていうのがあって、火力が集中しないっていうことなんですかね。そうですね、実際これまでサザンクロスとかでよく悩まされてるのが、真ん中のマルチ IT とかで横流されて焼かれるってことが実際バルーンのパートであったんですけど、はい、それが今もうルート限定したおかげで、まあ、インフェルノにもすぐ向かっていくようになっているので、うん、まあ、最終核でもあんだけバルーンの体数残って前回までつながるんじゃないかなというふうには思いますけど、うん、ルート限定ってあれですかね、その最初の今で言ったらスーサイドパートと、あとまあ12時側もロイヤルチャンピオンで削ることをもう目論んでるんで、もうバルーンは一気に面で押していけるっていう、そういう絵を描けるっていう、そこのとこですかね。あ、そうですね、はい、いや本当にね、この後ちょっと見てもらいたいカルさんのアタックはね、ご自身でちょっと解説してもらいたいと思ってるんですけど、本当にね、そんなような具合で、なんて言うんでしょうね、なんかもう今まで苦労してたのが嘘のようなね感じになっちゃってるような印象なんですよね。ちょっと10番カルさん一緒に見てもらっていいですか。すぐさんもちょっとコメントぜひもらいたいと思うんですけども、これカルさんが撮ってくれたやつ、ちょっと偵察画面に今私してるんですけども、カルさん、これはざっくりとどんなプランニングで考えてたんですか。もともとクラン、タウンホールの右側見てもらうと分かるんですけど、はい、エリクサーポンプと金山の横にマス空いてたんで、はい、まあ、ウォールブレーカーですぐ一直線に入るルートだなと、まず空飛考えたんです。はいはいはい。で、空飛やった場合、タウンホール投石機、インフェルの対空砲一歩まではうん、中で全部狙えるので。あ、なるほど、これクイヒート、はいはいはい。なんで、うん、あとは、まあ、1時、9時、6時のこの 3つの目をどんな風に攻略していくかっていう風な場所で考えてたんですけど、1時、9時、6時ですね、はいはいはい。で、その際に、まあ、先ほど言ったロイヤルチャンピオンの使い方じゃないですけど、はい、一番ロイヤルチャンピオンが使いやすそうな場所かなと思った時に、6時の比較、うんうんうん、あ、ここですね、はいはいはい、はい、ロイヤルチャンピオン削って、まあ、1時から9時を、まあ、私今、まあ、ドラゴンやるんですけど、ドラゴンパートで削っていくようなプラン、はい、あー、なるほど。あとこのイーグル砲とかも含めてドラゴンで一気にこうガーッとしていくわけですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、まあ、この今ね、カルさんにお話しいただいたプランをちょっと、意識して見てもらいながら、じゃあリプレイちょっと流しながら、ご自身でポイントちょっとお話ししてもらえたらと思いますんで、よろしいでしょうか。あ、大丈夫です。はい、ではリプレイいきます。せーの、ほ。でもやっぱりまあ20秒ぐらい残しての全開ですもんね。素晴らしいなと思うんですけども、はい、始まりました。お願いします、カルさん。あ、お願いします。実際最初のプラン設定した通り、まあ、クイヒーをスタートして穴開けて1層目入っていくんですけど、うん、実際そこに黒風船が、まあ、正直私の僕見てたタグの横とか下とかに1回目投げたのと、うん、まあ、ここから2体目投げるんですけど、一応これ確認用のバルーンは投げてます。あ、うまいですね。クイーンを越すような形でうまく。そうですね。で、このカットが終わったので、このタイミングでもロイヤルチャンピオンパートはスタートして、はい、実格はバルーンとロイヤルチャンピオンで削っていきます。はいはいはい。ああ、なるほど。対空砲を壊すわけですね。そうですね、はい。で、この際に正直、ね、ペッカアイコで言ってたんですけど、ポイズン完全忘れてるんで、ああ、本当だ、強く倒されてヒーラーに撃たれてるっていう、ちょっとすごいだらしないような状況になってはいるんですけれども、あ、投石ですね、まあ、そこから、うん、はい。で、そのまま予定通りクイーンはインフェルノを追って対空砲を追って流れるように一時交代、うん、でもルート確定したらこのタイミングでもキング出してルート確定してドラゴンを一時から面で出していくような、うん、なるんですけれども、はい、ここ実際ババキンはそのままタンク殴って対空砲まで追ってもらう予定だったんですけど、ちょっとここをながら、ああ、三竹の法則でいくと確かに中見ちゃいますね、これね。後で見ればそうですけど、ね、ああ、なるほど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 。で、この辺特殊機のダメージどうしてもでかいので、ロックボマーで受けながら、うん、ああ、うまいっすね、本当だ。バルーンでカットしていきます。ここのとこですよね、くじ側のね。そうですね。うん、確かに。最終対空砲のターゲット取られるのそのタイミングで、まあトーム使いながら、はい。
ていて、まあ、イーグル4に関してはクイーンかドラゴンで折れるかなというふうに思ったんですけど、はいはい、クイーンが壁を折って、うん、折ってくれて、あとはマルチインフェルノはドラゴンからすれば全然ダメージにならないので、はい、あとはもうカットした6時の方向の残りを全部破壊して全開まで持ってきました。あ、なるほど、まあ、ドラゴンの体数がもう残り方すごいですもんね。これ合計今これ4体残ってるのかな。今4体残ってますね。うーん、なるほど。いやー、これでヒーローもね、しっかり、まあ、ロイヤルチャンピオンは、あるし、まあ、もう捨てる覚悟だったと思うんですけど、他のヒーローが全部生き残ってるとこもありますからね。そうですね。最後まで残るようには、なるべくやろうかなとは思ってましたね。うん、やっぱこういう、その、もう、区画がこういうふうに、まあ、綺麗に、逆に綺麗にこう、作られちゃってるような配置の場合には、思い切って、どっかの区画をロイヤルチャンピオンでごっそり根こそぎ削っていくっていう方法をやっぱ使うと、多分この村もダメかもしれないですね。まあ、もう正直今日やってみて思いましたけども、うん、スーサイドラバルでも取れたしクイヒドラでも取れてる状況なので、うん、もう正直ここからはこの陣は見ることなくなってくるんじゃないかなというふうには思ってますね。こういう発想がもう慣れてくるとそうですよね。まあっていうながら私はその発想がなかったんでこの陣は攻めたくなくてですねちょっと逃げたんですけどあ、そうなんですか。逃げましたいやちょっと嫌だなと思って。さあ、でもってですね、今日もう一本ね、ちょっと動画を見てもらいたいのは、スーさんさん、すいません、ちょっとしばらくお話触れなくって申し訳なかったんですけど、スーさんさんがね、一本目攻めてくれたアタックもこれ同じだったんですよね。ちょっと今、全体の配置を、見てもらうのに、リプレイを、出しながら画面止めてありますけども、ちょっと今画面もしも共有できてたら、どんなプランニングかちょっとお話しいただいてもいいですか？はい、同じ配置の16番ですよね。そうですね、さっきサムラゴーチさんが1回目のね、今日の動画の1本目でちょっと、前回撮ってくれたと、アタック、まあ、これがスーサーさんこれ初見だったんですよね。そうですね。プランニング的にはどんな感じで考えてらっしゃったんですか？そうですね、やっぱり一番怖かったのがその投石機と、やっぱその投石機が一番怖かったっていうので、それを落としたかったっていうところと、はい、あとその次にこの6時1時区画にある、はい、まあ、クイーンで折れればなっていうところのプランを考えてましたね。あ、今ちょっと声が飛んじゃいましたね。6時7時にあるイーグル砲ですか？そうですね、イーグル砲か。あ、この2つですね。なるほど。みんなもご存知かと思いますけど、ドラゴンにとって一番怖いのってその対空砲とイーグル砲なんですよ。うん、そうですね。あとシングル IT ぐらいか。そうですね。で、中でも一番怖いとしたいのはそのイーグル砲だったっていうところで、はい、で、そこをクイヒで壊していくようなプランを描いてらっしゃったわけですね。はい、その通りです。なるほどなるほど。じゃあちょっとね、画面が止まっちゃってる状態なんで、じゃあリプレイ流しながら、ここはスーさんさんにちょっと、ここがこうだったみたいなところも交えながらお話ししてもらいたいと思いますので、よろしいでしょうか？ちょっとリプレイ始めても。はい、大丈夫です。はい、じゃあリプレイ流します。そい、今ちょうど3分16秒15秒ぐらいのところですね。だいたい時間は合ってると思うんですけども、じゃあスーさんさんちょっとこれお願いします。はい、まあ、最初はその3分切るまではそのプランニングですね、どういう風に動かすかっていうところを、まあ、あらかじめ決めておいてイメージトレーニングです。はい、で、まあ、この11時くらいからバルーンを飛ばして罠確認、そしてからまあライドランチェーンで、まあ、この投石機壊せればいいなっていうところを考えたんです。このレイジでこの、そうですね、投石機がと、まあ、そのバルーンがちょっと回収しきれなかったこの黒バルでライドがやられてしまい、うーん、今1時のそのキングですか、ここで対空砲とアジャト、はい、とは援軍を出して、まあ、このキングはもうほとんどもうほぼ無視、もう回収といいますか、もう放置みたいな感じしなせて、うん、でここで援軍がクイーンの方に移られたんですけど、でレイジ使わなくても処理できたんですけど、こっちの裏打ちのレイジを使ってしまったっていうところが反省点の一つ。はいはい、ああ、これおっしゃってましたね、レイジいらんかったってね。そうなんですよね。で、バルーンまた投げの失敗してヒーラーが一体いられてしまうと、うん、この。ああ、本当だ、今やられちゃってましたね、見損ねてましたけど、はい。そうですね。で、そのままクイーンがその一つの9時区画をカットしつつ、まあ、時間切れ防止のためにこれはクロークを使っていくと。
このクロックタイム良かったですね。そうですね、やっぱこれ一番怖いのってその時間切れなんですよ。いや本当そう、クロークを使っていくと、でまあこのままイーグルがもう叩いて、はい、もう発動しないことが分かった時点でもうドラゴンパートを開始していくと。このクイーンパートは割とイメージ通りだったんじゃないですか。そうですね、このクイーンはイメージ通りだったんですけど、はい、やっぱりゴーさんはそのレイジを使っちゃったっていうところですよね。あれなんで使っちゃったんですか。でもあのやっぱりちょっとペッカがいる時点でちょっと焦っちゃったんですよね。あー、わかる、わかります、めっちゃ気持ちわかりますそうですよね。フィヒーの、フィヒーを延命させようとしたんですけど、はい、火力に耐えきれなくてと。相手のクイーンと当たっちゃってヒーラーが3体しかいませんでしたからね。そうですね、やっぱ火力高いですね。で、このドラゴンをあの30方向に歩かせつつ、はい、でこのボマーはあれですね、ここ竹取りですね、ちょうどギガインフェルノでしたっけ、はい、それが起動するタイミングでしたんで、はい、ボマーでタギを取りつつ壊していってドラゴンで一緒に倒していくと。ああ、なるほどなるほど、ここめちゃ綺麗ですね。ですね、なんですけどこれの誤算がまだもう一個ありまして、はい、ここでロイヤルチャンピオンが全然あの仕事してなかったっていうところなんですよね。あ、そうなんですか。はい、ちょっとこれも考えまして、そのロイヤルチャンピオンでタウンホール施設ですか、それをあの壊してタウンホールのみをドラゴンでちょっと行きたかったっていうところではあったんです。はい、あ、なるほどね。そうなんです。で、まあ、最終的にまあ結果ですけど、このロイヤルチャンピオンを出していればそのライドラの、はい、ライドラでのチェーンダメージも入ってましたんで、まあ、壊せてで前回は取れてたんじゃないかっていうところではありますね。あと今ちょっと声切れちゃいましたけど、要はロイヤルチャンピオンを多分12時側から出してればって話をされてましたよね多分。はい、そうです。あ、分かる。ここがこの投石機とかも結構半分ぐらいまでダメージ入ってますもんね。このアチャットなんかももう本当倒れる寸前だし。そっかそっか、だから結局そのロイヤルチャンピオンってどこかに短期で突入させるっていう方法をやっぱりこれ取るべきだったんですかね、後から考えると。今回で言えば12時。そうですね、やっぱそのロイヤルチャンピオンでの何が強いかっていうのはその特殊能力 の, その防衛施設の破壊、しかもそれが4つもダメージ取れるんで、はい、っていうところも考えるとやっぱりちょっと出す位置間違ったかなっていう反省点はありますね。あ、なるほど。ちなみにカルさん、これどうですか最後。これまあ時間があともう20秒ぐらいあったら多分全開だと思うんですけど。そうですね、やっぱり最初のライドラのパートの時の削りがやっぱり その分が例えばバルーンに回ってれば前回まで伸びたんじゃないかなっていうふうには思いましたがね。やっぱりライドラ30枠どうしてもかかっちゃうんで、はい、まあ、あれが本当に 2、3節壊して終わってしまうっていうのがどうしても最終的には響いてきたんじゃないかなというふうに思いましたね。確かに。ちなみにカルーさんなら今のところなんか変えるところとかってありました？ここを変えたかったみたいな。私逆にそのスーサさんは3時のタウンホールにロイヤルチャンピオンを使ったと思うんですけども、はい、私多分12時の投石機の方に多分一回投げるかなっていうふうな感じはするかな。やっぱりそうですよね。やっぱり3時の方は逆にロックボマーあればタウンホールだけは折れるので、そこにロイヤルチャンピオンを割くんじゃなくて最終区画の、まあ、ひだみが大きい部分に関してをロイヤルチャンピオンにカットしておけばかなというふうには思いましたが、ね、ちょっとここだけの話ですけど、はい、まあ、ドラゴンこのまま3時区画行った後タウンホール施設、まあ、防衛施設結構あったんです、うん、っていうところで、まあ、ドラゴンはちょっとばらけちゃうんじゃないかと。はいはいはい、なるほど。というところもあったんです。このど真ん中。すぐ。そうですね。そうかそうか。やっぱドラゴンって固まってないとちょっと弱くなっちゃうので、っていうのを踏まえても固まって 動いてほしいと。なるほど。も踏まえて、まあ、最初投げちゃったんですけど、まあ、よろしくなかったかなって。なるほど。確かに、まあ、後になってからね、思えば確かに、このギガインフェルノにはボマーを当てておいて、で、まあ、ボマーを当てることでね、ドラゴンのカットっていうのも、まあ、少しはできる。あとは、まあ、この辺にある大工とか、金庫とか、まあ、その辺はなんか、まあ、ベビドラでもいいからですかってカットすればいいんですよね。で、そうして、お二人が言うように、12時に、ここにロイヤルチャンピオンを入れておけばっていうのは、まあ、確かに、こうやって見てみると、思うとこかもしれないですね。そうですね。は
はい、ありがとうございました。というところでね、まあ今日のあの動画のポイントとしては、あれですね、こういう5個の資格が重なったような、配置を攻める場合、あの、ロイヤルチャンピオンってやっぱ短期でね、使ってすごい破壊力を持ってるので、この破壊力っていうのを、もう本当になんていうの、何かと混ぜるんじゃなくて、ある石区画を潰すことにね、こう使っていくと、結構ね、全体のアタックが安定してくるんじゃないかと。まあ、時間の意味でもそうですけどね。というお話でした。またね、これから2本目、3本目と、お二人と一緒に動画をお届けしていきたいと思いますので、本日はね、スーサンさん、カルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ではね、また皆さん次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。